こんにちは、彦右衛門です。これは、光ベルツノっていうベルツノガエル用の餌なんですけど、いつもはよく食べてくれるんですけど、今回ちょっとお腹いっぱいだったみたいで食べてくれなかったんで、お魚さんたちがついばんでるところですね。これいいと思いますよ。散らばらないんでね、水が汚れないんで、食べきれなかった分だけ後でつまみ出せば、水が汚れなくていいと思いますね。グッピーの稚魚たちはちょっと近寄ってこないですね。今ちょっと来たか。でもついばまないな。ちょっとグッピーの稚魚には大きすぎるんじゃないかな、サイズが。それはしょうがないですね。バジェットガエルが見たい人は少し飛ばしてもらえれば、ドアップでたくさん今回は撮ってます。でもこれからバジェットガエルを購入しようか検討してる人にお伝えしたいのは、バジェットガエルは本当動かないんですよね。普段はずっと水の底でじっとしてます。だから魚の方が面白いと思う人もいるかもしれませんね。でもたまに5分に1回ぐらいかな、こうやって息をするんですよね。水の上に目と鼻だけ出して、それが可愛いですね。やっぱり食欲旺盛なのがいいですよね、バジェットガエルは。食べてるところ本当に可愛い。あとフォルムとか顔とか手触りとか間違いなくこの水槽のメイン生態はバジェットガエルです。手前にお立ち台を用意してるんで、こっちへ来てほしいんですけどね。でも意外だったのは、あんまり魚食べないんですね。僕のこの個体がそうなのかどうか知らないんですけど、食べても1週間に1匹とか。普段光ベルツのあげてるからかな。この間ちょっと1週間、出張で出かけてたんですけど、出張じゃないや、帰省で1週間いなかったんですけど、その時も結局1匹食べただけでしたね。近日中に出張でまた1週間留守にするんで、その時どうなるのかな。グッピーとネオンデトラはあんまり食べてほしくないな。プレコも。僕は熱帯魚は餌としてしか見ないつもりだったんですけど、可愛いですからね。特にグッピーのオスは綺麗ですね。このこれはネオンデトラですけど、今左から真ん中に来たこのヒラヒラしたやつ、これはいいですね。ウィンエメラルドグッピーと言います。ヤマトヌマエビが3匹この水槽を立ち上げた当初からいるんですけど、それは最初からいた分
っていうか思い入れがありますね。ここからはね、バシェットガエルをどんどん移していこうと思います。久しぶりにね、前に出てきてくれたんですよ。いいですね、このずんぐりしたこのなんというか笑ってるような、微笑んでるようなこの口、この色も何とも言えないですね。愛嬌が半端ないですね。まだ緑が残ってるんでね、完全に大人になってないと思いますよ。何年で大人になるのかな、ちょっと調べたんですけど分かんなかったですね。10年ぐらいは生きるらしいんですけど、これは太ってるわけでも痩せてるわけでもないと思うな。他の方の動画見るともっとずんぐりした馬術がありますからね。ちょうどいいぐらいじゃないですかね。ブツ感とか興味深いですね。なんかピクピクしてます。触りたくなっちゃいますね。まあ1日10分ぐらい触ってあげても全然いいんじゃないですかね。人慣れするらしいし、あまり僕は触ってあげてないですね。水槽アクアリウムにしてるっていうのもあるし、ふてぶてしい、この眉間のシワとかがちょっとふてぶてしいですね。撫でてあげると子犬みたいな声で鳴くんですよね。でつつくとギャーって言うんですよね。怒るんですよ。いまだにオスなのかメスなのかわからないんで、わかる方がいたら教えてください。泣いたからオスなのかなって思うんですけど、でもオスはなんだっけ、抱きだこ、前足にタコがあるらしいんだけど、そんなの見えないし、メスなのかな。メスの方が体が大きくなるらしいです。この質感いいですね。不思議な生き物だ。これでも今僕のチャンネル全然見てる人がいないと思うんですけど、登録者も2人だし、
もし増えたらここが違う、ここがおかしいみたいなことたくさん言われるんでしょうね。でもまあアクアリウムに正解はないですし、なんか見てて楽しい水槽になってきました。立ち台に登るのかな。うん、プレコが働き始めましたね。何を食べてくれるんでしょうか。残った餌と苔かな。プラティは結構食欲旺盛ですね、他の魚に比べて。少し大きいプラティだとカエルの脱皮した皮とかもバンバン食べてくれるし、今日があっていいね。ちょっと細かいゴミがね目立ってきたんで、プロフォースを注文しました。ただ僕の水槽を下に置いてるんでね、ちょっと上に上げないといけないですね。寝転んで水槽を眺めるの好きなんだけど、それにしてもアクアリウムは買うものが多いな。安く済ませようと思ったら済ませられるんだけど、これも欲しくなりあれも欲しくなり、キリがないですね。なかなかね、お家に入ってくれないですね。まあ、もう少し様子を見ることにしましょう。観察してて思ったのは、掘るのが好きっていうことと、あとやっぱり息がしやすい場所を好むみたいですね。それに狭い場所が好きみたいですね。狭くて暗い場所かな。隠れたいんですよね、多分。脅かすとすぐ穴を掘りますね。まあでも僕がソイルを選んだのは、水換えをね、水換えの頻度を減らしたかったんですよね。
まあ、そうは言っても週1回水替えしてますけど、なんだか、まあ、その方が水質にいいかなと思って。試験紙で測るとどうしても硝酸濃度がね高いんですよね。あ、硝酸はないんだけど、水草が少ないからかな。まあそういうのもあって水替えは毎週してますね。最初はもうソイルにして2年間ぐらい水替えなしでいこうかと思ったんだけど、できるのかな。水槽もきれいにしてくれるんだったら嬉しいですね。プレコには頑張ってほしいな。ヤマトヌバエビが全然使い物にならないんで、こいつには期待してます。この調子でバンバン働いてほしいですね。水草の上に乗るという新しい技を覚えたようです。ご視聴ありがとうございました。